今休憩中ですね。あの慰霊碑の上にある場所ね。結構広いね。結構広い。2年か3年ぐらい変わってでしょうね、こんなの。もらい作れてめったにないですからね。まあ、こうやってしますね。私もちょっとふざけすぎって感じ。あのね、こういう、ね、あっちだよ。あ、すいません先生、今あの子供が来てたんで、ちょっと誘導しちゃったんでね。まああれでもね、結構時期があるんですよね。そうでやったよ。方向感覚が見られて、でも、ご心はしないからね、誤解までとか。こんなもんですよ、ね、こんなもんね。さっき、あの、勝者ね。まああの、体の不自由。車椅子が乗って、みたいなのが結構いいんですね。ああいうって施設にね、ちょっと変わったね。あ、結構コロナで分かったよ、ね、うん、めちゃくちゃやな。ちょっとまあよかった、あんまり観光に頼るけど、もう事前調べて正解です。こんなね、まあいろいろあるんですよ、こういうやつ。え、これはあの前回名古屋港水族館の施設で買ったやつね。結構高かったんで、5000ほどしたんで、ね、そんな、まあ、これでも分かる、守り神やです。結構、海やからね、セブン結構好きだって。で、はい、見てください、ちょっと、こういう施設、場所もあるし、いろいろあるんですよ。ね、さっき紹介した、ね、まあ、もちろん、結構ね、結構こういう場所好きなんですよね。地元にいるよりかもですよね。外は好きだった。あのよく安倍内閣の時か措置任務が義務化されたみたいな、このような特徴。はっきり隔離するといろんな副作用の病気が起こるんじゃないか。こういう時は言っていいんや、病気。ただあの書く時漢字とかひらがな表記は、ね、問題ないね。起こることはないけど、やっぱ漢字やの問題。漢字が問題視すべきだ今ですよ。あの読み方もね、残念だけど、先ほども言ったけど、あのプリキュアっていう作品ね、むちゃくちゃ希望とか友達使ってるんですよ、3.1 前後にね。多分この1.1は、まあ、大震災ね、まあ人工地震なんでね、我々世界では常識じゃないですか。まああんまりすると、ね、怒られるんで、いいやめましょう。まあ高齢でも上がるとね、あの作品結構むっちゃ使ってるんで、要注意です。ああいう子供たち見てるんでな。でも分かる通り見てます。気をつけてくださいよ、お前さん。要注意です。逆で逆。なんか子供向けにね、激励のためにやってる。お間違いで、お子さん、まあ幸いこれはもう18歳以上に指定してるんだよ。申し訳ないけど、私もこれにしました。Google と対応は正しいような、アメリカの関係者、ニューヨーク州の関係者。いい判断よ。子供プライバシー保護法律に基づいて主張を突きたい。これはしかない、これですよ。こんなもんですよ。アメリカはそういう通り地域試験を認めてる証拠ですよ。地域によって法律制定を認めてる。結構すごいでしょ。私やったらあのね、指導者になったらこういうところにももっと広範な自治権を与えて、独自にこういうもっと認めるべきな、政令でなく、もう州の範囲内に、州のね、主要都市、指定したり、ね、指定っていう表現は、アポイントメントになってますね。英語で言うと、政令市、アポイントメントの都市、シティーズ、プリンスパール、プリンスパリティ、シティーズ、インジャパン、ジャパン。まあ、私の言えば、下手くそないですね。いろいろあるんで、めちゃくちゃやった。ね、今こうやって座ってるんで、結構気持ちいい。昨日ライトオンっていう会社の販売してたもん、早速来てみました。ジーンズも久々ですよ、これ買ったの。でこういうのもあるんでな、下着は結構あるんで、あな結構
ね、こういうのもありますね。結構な、結構服装もあるんでね、あそこからで、こうやってしゃがんで、ね、結構座る方も大切よ。私結構歩く、立ってる時間が長いんですよ。1日のもう12時間後かな、座ってる時間なんて、ね、ほとんどこの状況で、たったもう10分未満だと思います。長く座らないで、もう座っていったらもうほとんどどっかの店でとかね。はっきり言ってね、今回の件でなんでマスクを非課税にせんかって、びっくりやん。非課税にすればもっと各企業で値上げできるの、業績もいいかげんやん。まあそれ決めるよ、ね、今のところ消費税一時停止とか、ね、延期とか、まあ、検討してない、もうまた引き上げるね。これはもちろん、助成ないというか、とか、マイケル君の定め、要求の年次改革を基づいてやってるんですよ。これに基づいて、こうで、ああいう施設やってる。みんな、こういうの作ってるのね、ああいう感じ。あえて規制の撤廃ね。緩和じゃねえ、撤廃やで。日本は勘違いしすぎ。逆に言うと、今回のこう規制が厳しくなったんじゃないか。そう、新規さん妨害してると思うな。本当にこれやってるんですか、ジャパンハンドラーズ。皆さん見てるでしょ、これ本当なんですか、これ本当に見ると思うんですか。現実見なさい。あんま自民党経由とか聞くより現場見てこい。ひそかに CI の工作員とモーサの MIC 動員数やれよ、ここら辺ちょっと聞くよ。というわけで、まあ、後ほど言いますね。じゃあ。